阪神伊藤将司、二軍鳴尾浜に合流、登録抹消へ。阪神伊藤将司投手、28が28日二軍鳴尾浜球場に合流した。そのまま出場選手登録を抹消されるとみられる。前日27日は発熱のビーズリーに代わり中継ぎ待機から緊急先発、3回4失点と結果が出ず、大事な3連戦の初戦を落としていた。昨季までの過去3年間で通算29勝の左腕がここまで4勝、シーズン終盤に回ってきたチャンスを生かすことができなかった。今年はずっとダメですね。3年間安定していただけに何がダメになってしまったのか、疲労や負傷があるのか、研究されて悪癖を見つけられてしまっているのか。球威はないし、ボールは高めに浮く、変化球にキレはないし、一体どうしたら昨年とこんなに変わるんだろう。キャンプからの走り込み不足なのか、ルーキーからずっとローテに入ってやっていたから疲労が蓄積されているのか、来季に向かって一度体を作り直した方がいいかも。仕方ないな、序盤で4失点はあかんわな。走り込んで走り込んでスピードないんやから、キレのいい球投げないと、あとは生命線のコントロールも一回最初からやり直しやわ。まあ B3 の発熱があったことが運のなさですよね。今の横浜相手に左投手をぶつけるのは正志がちょっとかわいそうだったね。まあもはや何も気にせず戦っていくしかないよね。10勝、9勝、10勝と安定して勝ち星を積み重ねてきたのに、今年は全くいいところがないですね。しかしまだ28歳、これを乗り越えて復活してほしい。中継ぎの1イニングで全力投球することでストレートを蘇らせようというところで緊急先発をして、中継ぎ待機ができないから抹消なんでしょうね。オフにトレーニング方法を変え、筋トレして上半身が筋力強化した代償にコントロールが悪くなって今季不振となった説があるみたいですね。去年の勝ち頭の一人屋で伊藤投手に何が起こってるの？昨日の試合見ててもコントロールも悪かったし、ストレートもキレがなく感じたし、緊急登板やったにしても下位チームからの星の取りこぼしはぼちぼち許されへんよ。昨日の内容では味方のまずいプレーを抜きにしてもあれじゃ無理ですね。来季の復活を期待しています。来季のために今から調整して頑張ってください。来季は本来の投球ができますように。正直内容が悪すぎますね。疲弊してる中継ぎの代わりも厳しいのに、先発なんてもっと厳しい。青柳の方がまだいいよ。糸正は今季最後のチャンスだったんじゃないかな。それにしても村上、糸、大竹、青柳はもともとだけど投球テンポ悪くなってない？村上を上げないといけないからね。3年間フル回転したら翌年に苦しむというのはあながち間違いではないのかもね。伊藤に同情する声があるけど、2億近い給料やで、責任を果たす義務があります。ピッチャーのテンポが悪いと守ってる野手もしんどいよな。佐藤も集中力なくなってたんやろか。もともと伊藤はボールがいつも高いからキレがなくなればこんなもんでしょうね。もう今年は先発で投げることはないやろ。とりあえずタバコとゴルフは現役中はやめとけ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。